どうもピッチピッチーなテクタンと申します。アンダーテイル実況プレイパート10始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで滝からですね、ここの文は2つとも読みました。滝、まあ、まだどんどん、わー、もうこの影のつき方ゾワーってするように、あ、誰っすか、アンダインですか、わー、いや、アンダインや、ちょっと、待って。とりあえず、この光、光っとるところに当たらんかったらええんやろ、そういうことやろ、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。アクションですね、これは。これ、そんなに難しくないとはいえ、アクション要素、ありますね。どこ行けばいいんやろ、こっちか、迷路か、あ、当たるよね。ですよね、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 ですよね。わかってました。あ、セーフ。ゴールが、あ、赤、なんで下行かへんかった今、ちょっと待って。ゴールが一箇所しかないんやったらまだ、どこ行けばいいんやろ、行った。どこやろ、どこやろ、どこやろ、どこやろ。この下は行けるとこある？あ、ありそう。オッケー。右ね。なんか、増えてない？増えてる。早なってる。確実に早なってる。ちょっと動けへん。定期的に。あ、こっちね、こっち。違うな。そろそろなんか食わんとまずくない？ちょっと待って。食べらして。食べれへんやん。そんなことをしてる場合じゃないって。怖い。これ戻ってない？そんなことないか。動けへん。死にますやん、こんなん。知らへんかった。早い。無理。もう。普通にゲームオーバーよね。しっかりしろ。テクタン、決意を力に変えるんだ。今のヒッピー満タンです？あ、満タンやね。そうやね。決意がみなぎってたもんね。もう一回行こう。難しいけど、もう一回行こう。とりあえず、迷子にならんようにだけ。ルートがわからんようにならんようにだけ。せなあかんよね。いや、なんで見つかったんやろ、それにしてもって感じじゃない？危ねえ。怖い。これ待っている。で、あかんかった。一個当たるぐらいならまだいい。危ない。これこのまま左、右に行く。下に行こう。危な。下なんもない。オッケー。右ね。じっとしてる。あ、これなんか続いてそう？違う？あ、これは下か。こっちじゃない。こっち行けない。危ない。この下も行けそう。やけど行った。いや、ちょっと待って。行けそう。広すぎじゃない。この下行って、基本下方向なんかな。危ない。あ、それ当たるんか。当たるんですか。広い。なんか広いってことはなんか大丈夫そう。なんか合ってそう。ルート的に合ってそうなんやけど。その道ですね、きっと。その道はいつか来た道ですか？大丈夫ですか？よかった。まだ続くん？もうそろそろやん。でもちょっと難易度下がってるね。あ、行き止まりや。で、BGM が止まった。もう大丈夫ってこと？見失ったってこと？いるんちゃん。いたー！あんなに頑張って逃げたのに。橋が、
あ、でもなんか水っぽい音。大丈夫。強いから。こっちから聞こえたと思ったけどな。あれ、君はひょっとして落ちてきたの？怪我はない？いやもう怪我だらけ。大丈夫？立てる？立てない。テクタンって言うんだ。そうです。よろしく。名前だけでも覚えていてください。いい名前だね。僕の名前は、え、ちょっと待って。見える？もっと早く喋って。誰やったんやろ。あ。鼻の上に落ちれば元気は体力ないな。なんか食べとく？シナモンキー容器あるし食べとくか。とりあえず。ああ、そこはちょっと水辺っていうか水なんや。なにこれ？ゴミの山だ。見覚えのあるメーカーの名前が、いくつもある。ああ、ヒーターチーとか、パナソニックとかってこと？ただのゴミ。いや、ゴミのとこなんか下水とかなんかな、決意がみなぎるシナモンキー食べんでよかった。時々ゴミも一緒に流れてきて、どこまでも深い滝壺の闇に消えていく。何の役にも立たないゴミのサイクルを延々と見ていたら、決意がみなぎった。今回の決意、長かったね、ゴミエリア。やっぱりまあとりあえずただのゴミなんやね。まあ、セーブが近くで助かった。ああ、まだゴミある。あれ、自転車やね。ああ。錆びた自転車にそっと触れた。ホーンが悲しげな音を立てた。おお、すごい楽しそうな音やったけど。これポストかな？ボロボロのデスクトップ PC。あー、デスクトップ PC やったんか。デスクトップ PC なんかもうなんか10年ぐらい触れてない気するから、それは言い過ぎかもしれへん。クーラーボックスだ。メーカーの名前はない。まるで新品のようだ。中にはフリーズドライの宇宙食が入っている。宇宙食広い。宇宙食いいやん。これ宇宙に行く機会があるんじゃないんですか？もしかして。インフォメーション見てみましょう。あ、21回復。ペットの宇宙飛行士用の餌。宇宙飛行士がペットってすごいね。もうそういう時代。あれ？あいつ戦ったことある気がするんやけど、マネキン。いっちゃん最初に戦った気がする。アニメの DVD のケースだ。ケースの端には、死にかきむしった爪痕がついている。開けにくいもんね。わかるわかる。なんかペロンってめくるペロンがあればいいんやけど、ペロンないとき上から開けなあかんや。わかる？どこにでもあるバトルチュートリアル用のマネキンのようだ。怒ってみろ、はい。マネキンをぶん殴った。どうせただのマネキンだ。なんかちょっとかわいそう。え？誰が来てるんですか？あ、ぶん殴ったからですか？貴様、この俺に手を出すとは大した度胸だな。すいません。ちょっとそういうつもりじゃなかったんですけど。俺はマネキンに取り付いている亡霊だ。俺のいとこもかつてマネキンに取り付いていたそう。貴様が現れるまではな。貴様はいとこに話しかけた。いとこは楽しくおしゃべりができると喜んだ。だが貴様が放った言葉は、よくもあれほどまでに恐ろしいことを口にできたものだ。あまりの恐怖にいとこはマネキンを捨てて逃げ出した。え、まさかそこ、え、よもやまさかそこがルート分岐とか？プンスカマネキーに行く手を塞がれた。プンスカか。とりあえず話してみる。マネキーに話しかけた。会話は弾まなかった。誰も嬉しそうじゃない。無駄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 。へっ結構出してきますね。結構多いですね。結構多いですね。あ、いたた、このデイクの坊どもが。魔法攻撃を俺に当てるな。おい貴様、俺が魔法と言ったことは忘れろ。いいな、魔法やったんか。え、じゃあ逆に普通に戦ってみたらどうなる？え？バカめ、バカめ、バカめ。俺の器を攻撃したところで痛くも痒くもないわ。俺は未だ実体を持たぬものだ。あー、そういうことね。デクノボーって褒め言葉か？だからこれを、あ、や、避けつつ、ちょっと上の方で、これを、当てる方向で、折ればいいわけね。ブティックの匂いがする。やから叩いてもしゃあないから、とりあえず行動で分析してみよう。ディフェンス無限大。
なるほどね。無限大っていうのはそういうことね。いで。オッケー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 。いいよいいよ。結構当たってるよ。あ、動き出した。プンスカマネキンは腕なしスカダンスをしている。まあ、とりあえず会話は弾まないわけね。使ってバリアの外に行く。魂を使ってバリアの外、こうして、オッケー。できるだけ私が上にいて、こう当てていく感じね。ただ、これが、いつまで、やらなあかんのかわかるよね。ヒッピーがわからんからさ。あー、もう結構そっち行ったりしますね。いや、私にも当たっちゃってるっていうのが大問題よね。ダイアログボックス中に、綿を撒き散らしている。めっちゃ動くようになったり、でもこの動きがどんどん激しくなってるってことはきっと、いい感じでダメージをきっと与えられてるに違いない。なんやこれ。もう急に違うことしてくれ。やめて。もう、全然違う方向に行った。会話は弾まなかった。いとこの無念も晴らせる。あ、違うな、違うな。うわ、難しい。ちょっと一回回復しよう。スパイダーサイダー飲んじゃおう。結構回復するね。いとこの名前なんだっけ。いとこの名前を忘れるとは何事や。あ、これで当てれるんだな。よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、いいぞ。これも話すしかない。会話は弾まんけど。構わん、構わん。これうまいこと避けれないけど、避けたつもりになって。こっち?こっち?あー、ちょっと当たった。ナイス。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。もうお話しして、とりあえず弾まない会話を楽しんで、哀れ、哀れ、哀れ。哀れよの。こっち、当たる?あ、全然、あー、当たるね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。結構やってるけど、まだなんかな。100回ぐらいやらなあかんとか、哀れ、あ、会話も変わらへんし。で、これをここに追って、どう?あー、たた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 た。あ、間違えて分析しちゃった。まあ、分析でもいいんですけど。どうや?当たるね。おい、貴様ら。お、いいですね。セリフが出てきた。あっは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 っ。デクノボー、デクノボー、デクノボーめ。俺に向かって撃つなと言ったはずだな。貴様ら。全員クビだ!この脳なしが捨ててやる!なんか、形は一緒ないね、そのデクの棒と、このマネキンちゃんと。はは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 は。よし、俺の本当の力を見せてやる。ゴミではない者たちに代わりに戦ってもらうのだ。ウィーンという機械音が響く。今度は何が来るんやろ。マネキンロボ、魔法ミサイル。え、魔法ってやばない?逆に。うわ、めっちゃ追跡してくるやん。いや、全然当てられへんかった。全然当てられへんかった。避けれはしたけど。あ、オッケー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 。オッケーやけど、私がダメージを結構食らっちゃったから、うまいことこう。いや、むつ。むつ。もっと当たってくれ。おー、結構当たったよ。ブリックの匂いがする。でもまだあかんのか。ファイナルアタック!ファイナルアタック!いけ。当たれ!当たれ!いや、私もやばい。ファイナルアタックはそっちじゃないです。あっちに行ってくれたまえ。あー、当たった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 。う、嘘だろ。こいつら、さっきのやつらよりもっとゴミだぞ。もういい、もういい、もう知るか。仲間なんていらねえよ。俺にはこのナイフがある。いやー、あ、意外とまっすぐやった。ナイフ切れだ。でもそんなの関係ねえ。貴様は俺を倒せない。俺は貴様を倒せない。貴様はここでずっと俺と戦い続けるのだ。永久に、永遠に、いつまでもな。それは辛い。あー、もう分離してる。わー、あ、涙が、あ、涙が。これは誰の涙?うわ、酸性雨、あ、酸性雨、雨か。くそ、もういい、あばよ。いや、強かったなぁ。誰誰、あー、お化けちゃん!ごめん、なんか邪魔しちゃったみたいだね。君の友達、帰っちゃった。
どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのにね。ちょっと挨拶したかっただけなんだ。来てくれてありがとう。もうバケちゃんだけは唯一のなんか友達かもしれへん。唯一ではないか。でも友達や。あーかわいい。じゃあもう家に帰るね。もしよかったらついてきてもいいよ。別に来なくてもいいけど、きっと忙しいと思うし。いいの。気にしないで。行ってみたかっただけだから。ついてく、ついてく。あー、セーブあるあるある。あ、この道を上に行ったところに住んでるよ。来てもいいし、別に。来なくてもいいけど。行く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 。穏やかな静けさの中で決意がみなぎった。静寂のエリア。いいですね。結構、道自体の分岐はある。あ、看板だけ読んでから行こうか。北ブルーク牧場、東ホットランド。あ、どっかがテミー村。どっから行けばいいんやろ。でもまた村があるね。かわいい。どっちに住んでるんやろ。あ。あ、本当に来たんだ。パソコンに、そんなヘッドホンして向かってるとか、もしかしてゲーム実況者ですか？ごめん、まさか本当に来るとは思ってなかったから。何もないけど、ゆっくりしてってね。確かに何もない。本がある。CD だ。あ、CD なんや。ラベル名にブルブルチューンと書いてある。再生する？はい。これがブルブルチューン？なんかちょーっとこう、ホラーな感じの BGM ってこと？かわいい。ブルブルウェーブ。あ、ウェーブはこんな感じね。グロスマスソング。これにしとく、グロスマスソング。蜘蛛の巣だ、スイーツ即売会のチラシが。あ、あったね、そういえばスイーツ即売会。あ、この曲ね。歌詞を覚えたらまず一緒に歌っちゃうよ。歌詞は？とかって感じ？ブラウザでは音楽共有サイトのページが開かれている。違法アップロードじゃないでしょうね。それはテレビだよ。それで面白い番組を見るよ。ドキドキね。久しくテレビ見てないなぁ。あ、お腹減ってる？じゃあおやつを用意するね。あ、ほんまに？くれるんかなぁ、なんかアイテムになるんかな。ゴーストサンドイッチ。食べてみる？やめとく。そう。あ。美味しいご飯を食べた後は床に寝転がるとゴミみたいな気分になれるよ。ゴミみたいな気分にはなりたくないな。わあ、今食べへんかったらアイテムになるかなって思ったんやけど、ならへんのかな。うちの実家。実家どこなんやろ。なんか一人暮らししてるんか。みんな、いつもそうするの。君も一緒にやる？んじゃあやろう。じゃあ真似して。布団がいいな。動かない限り、ずっと寝たままでいるんだ。こんな風にね。だから、起き上がりたくなった時だけ動いてね。もうここ。楽しかったね、ありがとう。かわいい。空っぽだ。ゴーストサンドイッチ。ずっとこの音楽ないね。鍵がかかっている。これはまた別の部屋な。あ。なんかサンズとかな感じの音楽になったんやけど。カタツムリだ。なぜだろう、どんな味がするのか気になってしまう。マジか、カタツムリ食べる趣味あんまりないんやけどな。別にエスカルゴは食べれるけど、で、むしむし、君かはこれから長い旅をすることになるだろう。で、むしむし、遠く地平線の彼方まで。で、むしむし、天狗にならずいつでも謙虚でいなさい。はーい。あ、なんか、お化けちゃん、お化けちゃんおるやん。別荘が欲しいとずいぶん前から考えていてね。この土地に建てたらどう？これナメクジじゃない？このカタツムリはお札を数えている。ナメクジじゃない。あ、お化けちゃん。あ、なんか気まずいね。今、仕事中なの。ブルーク家のカタツムリ牧場へようこそ。まあ、見ての通り、従業員は自分しかいないんだけどね。あー、カタツムリ牧場なんか、なんか人みたいなやつおるけど。前は結構繁盛してたんだけど、お得意さんがある日パタッと来なくなっちゃって、今じゃ月に一回、ケムクジャラの人が来るだけ。ケムクジャラの人。あー、で、ここに通じるんね。
どうしよっかな。左側行ってみるか。ちょっと。ここって進める?あ、進めるね。西行けるんや。あ、ここに出るんや、ヒルちゃん。向こう岸へ運んでくれるらしい。お願いする?やめる。多分戻っては来れるんやとは思うけど、アヒルちゃん一緒にね。えぇ、ー、セーブしていい?ちょっと、誰?半魚人?半魚人ですか?なんか魚の人みたいなおる言うてたもんね。マネキンあるけど。あ、なんだよ。あん?これも仕事なんだよ。どれが?誰もいないようだ。あ、おらへんのか。そっか。じゃあどうしよっかな。もうちょっとだけ進みたいのは進みたいんやけど。こっち、出てきた。右あるよね。なる広い。あ、レース?カタツムリレース?え、やってこう?ゲームする?サンダースネイルって言うんだけど、雷?カタツムリにレースさせるの。黄色いカタツムリが一頭。あ、だからサンダースネイルなんやね。一等になったら君の勝ち。一回10ゴールドだよ。まあ、お金ありそうやし、やってみようか。Z を何度も押して、カタツムリを応援してね。準備はいい?おーおー、え?めっちゃ押してるんやけどさ、このカタツムリ全然進まんないけど。おぉ!ダメじゃん?あー、カタツムリを応援しすぎたみたいだね。絶対失敗できないってプレッシャーに彼女は押しつぶされちゃったんだ。残念だね。なに?私が悪かった、もしかして。私のせい?プレッシャー与えすぎた?ごめんって。異次元ボックス。カメやん、背景綺麗。ガラクタばかりじゃが、ちょっと見たい。ウルンはできる?は、ガラクタを処分しとるのに、なんでまた増やさんといかんのじゃ。ま、テミー村なら物を買ってくれるという話だ。あ、そうなんやった。そうなんやったって。そうなんやで止めるつもりやったに、ターまで入れちゃった。未来予知しちゃったよ。はて、どこじゃったかの?なんか考古学者みたいな感じするよね。富士リンゴ、びちゃびちゃ、何がびちゃびちゃなんやろ。バトル中スピードアップ。あ、いいやん。曇った眼鏡、無敵時間延長。あー、なんかちょっと曇った眼鏡欲しいね。買えるね。破れたノートはいる?あ、武器。あ、武器か、欲しいな。ちょっと、持ち物は整理しよう。とりあえず話するか。わしはもう随分長生きしてきた。ちと長生きしすぎたかもしれん。まあ、歴史の研究には都合がいいがの、何しろほとんどを、この目で見てきたんだからじゃな。わっはっは。亀は長生きですもんね。紋章について。おや、お前さん、あれが、なんだか知らんのかい。まったく近頃じゃ、そんなことも学校で習わんのかね。わっはっは。あれは、デルタルーン。というてな、デルタルーンってあれじゃない。続編みたいなやつじゃない。こっからそういう、なんていうかもうお話はあったんやね。デルタルーンというてな、この王国の紋章。はーん。じゃ、その王国の話なんかな、その続編。それも気になるな。我々モンスターの王国のな。わっはっは。シャレた名前じゃろ。わしがいつも言うとるように、我らが、フワリン王のネーミングセンスは全くいけとらんからな、フワリン王。あー、ニューがある。あの紋章は歴史の記録が始まる前からあったものでな。うん。もともとどんな意味が込められていたかはよくわからん。唯一わかっとるのは、三つの三角形は、地下に住む我々モンスターを表し、うん。その上の羽の生えた円は、それ以外の何かを表すということだけじゃ人間とかかな。羽の生えた円は、予言に語られる天使じゃという説が有力じゃがの、あ、まだある。あの予言のことか。地上見し、天使が、前より我らを解き放たんという伝説じゃよ。じゃが最近は、物騒な解釈をする連中も多くてな。あの翼のついた円は死の天使。
破壊をもたらす者が我らをこの世から解き放つ。死神的なね、そういう天使。わしがあの丸い印を見て思うのは、なかなか洒落たデザインじゃ。あんまり何も考えてへんやん。ふわりんをね。お気楽で気のいい男じゃよ。この国をあちこち旅して、俺はそのうち出くわすじゃろう。出会えるんか。王はあちこち訪問して民と話すのが好きなんじゃ。あ、なんでわしがドリーマーのやつをフワリンと呼ぶかじゃと。これがまた傑作でな、ドリーマー。はて、なんじゃったかな。しばらく経ってからまた聞いてくれ。しばらく経ってからか。あんだいかね、確かにあの子はここらじゃちょっとしたヒーローじゃな。不屈の精神と決意の一つでロイヤルガードのトップに上り詰めた。そういえばつい最近ここへ来て、お前さんによく似たやつを探していると言うておった。ブルブル。くれぐれも気をつけることじゃな。ついでにアイテムでも買うと命綱になるかもしれんぞ。買います!買います!買います!とりあえず買います!ちょっとじゃあ、異次元ボックス使う前に、アイテム、どれやったっけ?曇ったメガネを、ユーズ装備して、代わりに、脱いだ勇ましいバンダナを預けまして、で、これでちょっと買いに行ったらいいかな。うん。この辺はまあ回復やからいいとして、破れたノート変えるね。買いましょう。これ、OK やね。戻る。で、出ると、いいんじゃないかしら?アイテムで破れたノート。これが武器とはどういうことなんやろうね。無敵時間が長いのは助かる。バレーシューズを脱ぐ。オッケー。じゃあ、時間もいい感じだと思いますので、ここで、セーブして、次回この先、村があるんかな?行こうかなと思います。はい。ということでご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でしたー。